星空ガイドが語る星座とギリシャ神話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。12月に入ると東の空にオリオン座と同じくらい目立つ2つの星が見えるようになります。双子座のオルックスとカストルです。この2つの星は日本では兄弟星と呼ばれる双子座を象徴する星です。今晩は双子座の天体のお話です。双子座の探し方、双子座の主な構成、双子座の星雲と星団、以上の3つについてお話しします。双子座の探し方。双子座の星図には足の部分が2つに分かれているものや腕がついたもの、さらに双子が手をつないだ形で表したものなどいろいろありますが、基本は英語の U の字の形をしていて、 U の字の底の部分が双子の頭の部分になります。この季節、双子座は右に倒れた U の字の形に見えます。こちらは12月5日午後8時、関東地方東の空です。真東の方向を見ると、東を中心にして左右に上下2つずつ合計4つの赤っぽい星を見つけることができます。真東の少し右、高いところにある赤い星は牡牛座の一等星アルデバランで、低い方の星はオリオン座の一等星ベテルギウスです。真東の左側を見ると、やはりここにも上下2つの赤っぽい星が見つかります。高いところにあるのは巨蟹座の一等星カペラで、低いところにあるのが双子座の一等星ポルックスです。ポルックスのすぐ上に見える青白い星は双子座のカストルです。ポルックスとカストルが双子の頭の部分になっていて、オリオン座方向へ胴体と足の星が続いています。ポルックスとカストルはギリシャ神話で双子の兄弟となっています。ポルックスが弟、カストルが兄で、それぞれが別な多目から生まれた二卵性双生児です。この時同時に姉と妹も生まれていて、合計4人がギリシャ神話の中ではトロイア戦争などに巻き込まれたり、とても数奇な人生を歩んでいきます。詳しいギリシャ神話については、別動画双子座2組の双子の物語で解説していますので、興味のある方はそちらもぜひご覧ください。概要欄にリンクを載せておきます。双子座の主な構成。それでは双子座を構成する星を見ていきましょう。双子座のエリアには全部で120を超える恒星がありますが、ここでは双子座の形に関係していて肉眼でも見ることができる8個の恒星について解説します。まずはじめはオレンジ色に輝く一等星、双子座ベータ星ポルックスです。ポルックスとはギリシャ神話に出てくる双子のうち弟の名前です。スペクトル系型で、私たちの太陽より少し赤い恒星で、巨星に分類されています。明るさ 1.14 等級、地球からの距離は34光年です。ここでの恒星の説明では、星の色をスペクトルとして説明します。画面左下のグラフは星の明るさとスペクトルの関係を示した図で、 HR 図と言います。この図からその星の進化の過程や性質を読み取ることができます。詳しくは別動画、恒星の色と特徴、恒星の色と明るさの動画をご覧いただけると、恒星の色だけでなく巨星、超巨星、矮星などの言葉の意味など、より恒星について理解が深まりますので、おすすめです。概要欄にこちらもリンクを載せておきます。さて、次にポルックスから右側オリオン座方向に目を移していくと、白っぽいデルタ星のワサトが見つかります。ワサトとはアラビア語で中間という意味です。双子座を含む誕生星座たちは太陽の通り道、行動に沿って動きますが、このワサトはまさにその行動の上にあり、双子座のど真ん中を通過していることから中間という名前が付けられたようです。明るさ 3.35 等級、スペクトル F 型の準巨星です。ワサトは4等級と8等級の星による連星です。ワサトまでの距離は60光年です。ポルックスからワサトの延長上で距離半分くらいのところにある少し黄色い恒星は双子座ゼータ星メクブダです。メクブダとはアラビア語でライオンの畳んだ足という意味だそうで、大昔双子座、子犬座、乙女座を含む場所が全て獅子座であったようで、その獅子の折りたたんだ足の部分という意味です。メクブダは太陽の60倍の大きさの超巨星で、ケファイド変恒星です。
ケファイド変更星とはスペクトルが F から K の黄色長距星で周期的に収縮膨張を繰り返すことで明るさが変わる恒星のことを言います。そしてケファイド変更星は明るさが変わる周期が長いほど本来の明るさが明るいという性質があるので、そこからわかる星本来の明るさと地球から見えている見かけの明るさの差から星までの距離を計算することができる便利な変更星です。変更星についての詳しい説明は別動画完全理解天体の種類変更星でしていますので、興味のある方はこちらもご覧ください。概要欄にこちらもリンクを載せておきます。さてメグブダはケファイド変更星のため明るさは 3.62 等級から 4.18 等級まで変化し、スペクトルも F 型から G 型まで変化します。メグブダまでの距離は1400光年です。メグブダからさらに先を見ると白っぽく光る明るい二等星があります。これは双子座ガンマー星アルヘナです。アルヘナとはアラビア語で楽印という意味で、ラクダの首に押された楽印という意味だそうです。アルヘナは星図では弟ポルックスの左足の甲の場所にある星です。そしてアルヘナは分光連星です。分光連星とは一つの星のように見えていますが、プリズムなどで星からの光のスペクトルを分析すると複数の星が検出できるような連星のことです。アルヘナの連星のうち主星はスペクトル A の準巨星で、晩星の方は太陽と同じ G 型のスペクトルで大きさも太陽と同じくらいです。アルヘナまでの距離は109光年です。それでは今度は兄カストルの星々を見ていきましょう。最初は二等星のアルファ星カストルです。カストルとはギリシャ神話に出てくる双子の兄の名前です。カストルは6つの星からできた連星で、カストル AA と AB、カストル BA と BB という2組の連星がさらに1つの連星となり、そこにカストル CA、CB という連星が重なり合ってます。組み合わされて1つの星に見えるカストルの明るさは 1.58 等級、距離はどれもおよそ50光年です。ポルックスからメグブダまでと同じくらいの角度と距離をカストルからたどると、三等星のイプシロン星メブスタが見つかります。メブスタとはアラビア語でライオンの伸ばした足という意味です。メブスタは2つの超巨星でできた見かけの二重星です。見かけの二重星とは連星のように相互の周りを回るといった重力の影響を与え合う関係ではなく、たまたま地球から観測した時に重なり合うように見える位置関係の星で、奥行き方向には離れている二重星のことです。明るさ 2.98 等級、距離840光年です。メブスタからさらにオリオン座の方向を見ていくと赤っぽい星が2つ見つかります。手前の星が三等星の双子座ミュー星テジャットです。テジャットの意味は古いアラビア語らしいですが、未だ諸説あってはっきり分かっていません。星図では双子の兄カストルの左足かかとのあたりになります。テジャットは明るさ 2.87 等級で、スペクトルは M 型とかなり赤に近い色をした恒星です。テジャットまでの距離は230光年です。テジャットの先にあるもう一つの赤い星は三等星の双子座イータ星プロプスです。プロプスとは前足を意味するギリシャ語だそうで、星図では双子の兄カストルの左足つま先あたりになります。主星と2つの晩星によりできている30連星で、明るさが 3.15 等級から 3.9 等級まで変更する巨星です。プロプスまでの距離は380光年です。双子座の星雲と星団。双子座にはいくつかの星雲と星団がありますが、ここではその中から代表的な星雲と星団をご紹介します。 M35 三回星団。 M35 は先ほど紹介したイータ星プロプスの近くにある三回星団です。三回星団とは同時に生まれた比較的若い恒星が集まってできている星団です。 M35 は明るさが5等級ほどあり、大きさがおよそ満月と同じくらいに見えるため、
条件が良ければ肉眼でもぼんやりと見えます。 M35 は別名 NGC2168 とも呼ばれています。 NGC2158 3回星団、 NGC2158 は M35 の左隣近くに M35 よりも小さくまとまっているように見えます。しかしこれは距離が9000光年も離れているためで、実際の大きさは M35 よりも大きな3回星団です。 IC443 超新星残骸、 IC443 は別名クラゲ星雲と呼ばれ、イータ星プロプスの周りで赤く輝く超新星残骸です。超新星残骸とは、星が寿命を終え超新星爆発を起こした時、星は周囲に吹き飛び、その温度は1万度、飛び出してくる速度は光の速度の1割、秒速1万キロにも達します。そのため、飛び出していく星の残骸の前面には強力な衝撃波が生まれ、残骸は数百万度のプラズマとなって明るく輝きながら飛び散っていきます。超新星残骸は次第に速度が落ちて輝かなくなりますが、そうなるまでには数十万年がかかります。IC443 が作り出した超新星残骸は、今から3000年から3000万年前に起こったとされていて、中心には中性子星が誕生していると考えられています。 IC443 までの距離は約5000光年です。 NGC2392 惑星上星雲、デルタ星ワサトの近くにある惑星上星雲です。惑星上星雲とは、恒星が最後に赤色巨星となった際に周囲に放出したガスが中心の星の放出する紫外線に照らされて輝いているものです。 NGC2392 は毛皮のフードをかぶったエスキモーの頭のように見えたことから、長年エスキモー星雲と呼ばれていましたが、 NASA は2020年8月にエスキモーという呼称が北極圏の先住民族に対する人種差別主義の歴史を持つ植民地の用語であるとして、今後この呼称を用いないことを発表しました。 NGC2392 は今から1万年ほど前にできたと考えられていて、数光年の長さのオレンジ色の羽のようなフィラメントが中心から放射状に広がっています。明るさは 9.68 等級で、100倍以上の望遠鏡なら星雲状に見ることができます。 NGC2392 までの距離は1360光年です。さて、今晩は双子座の天体についてお話ししました。双子座は毎年12月から翌年の6月頃まで楽しめる星座で、毎年12月半ばには三大流星群の一つ、双子座流星群も楽しめます。この機会に晴れた夜はじっくりと双子座の天体を楽しんでみてください。今晩のお話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。